はい、本日ご紹介させていただく本です。辛い時は食事を変えよう、溝口徹さん、そして漫画は新井ピオさんが書かれた本になります。社会人になると頭が痛かったり睡眠不足だったり体調が不調であっても仕事をしていかなければならないですよね。それが実は食べ物の影響だったらと考えると怖くなりますよね。本日の動画を見ていただくと、体の不調に関わる疲れ、イライラなどを解消する一つの方法として食べ物を変える、これが大事なこと、これが解決に結びつくことがわかります。仕事でも日々の生活でも最高のパフォーマンスを実施できるヒントがわかります。本当におすすめの本です。ぜひご一読いただきたいと思います。本書、辛い時は食事を変えよう、溝口徹さん、新井ピオさんが書かれたこの本書を参考の書籍として本解説を行っていきます。前編が漫画の構成になっており、非常に分かりやすいことこの上ない本です。表紙にも頑張るよりもタンパク質を摂るべきというふうに記載されています。キーワードは日常生活でも意識すれば簡単にできる健康法、その一番のポイントはタンパク質になります。この本今非常に人気が出ており、確実にお読みいただいた方が良いです。本日はポイント3つに分けてご説明いたします。まず1つ目です。原因不明の不調は細胞の栄養不足。2番目です。最重要栄養素はタンパク質だった。3番目です。具体的な食事の変え方、これについてお話をさせていただきたいと思います。まずは1番目の原因不明の不調は細胞の栄養不足。人間の体は37兆個の細胞が結合して作られています。本当に人間の体はすごくて、その38兆個の細胞一つ一つが栄養素から成り立って人間の体を構成しています。今まで私たちは世論の流れから米と野菜と魚をバランスよく食べれば良いと信じ込んできたのではないでしょうか。これは当然合っています。しかしこの食べ方ですと圧倒的に不足する栄養素があります。それはタンパク質、鉄、ビタミン群、亜鉛といった特定の栄養素が足りない状況が慢性化します。この栄養素は睡眠、やる気、イライラ、記憶などに関わる脳の動き、これにも活発する作用の栄養素でして、不足すると日常生活にもろに影響の出る成分となっています。この栄養素が不足すると結果としてうつ病の症状、慢性的な疲労、倦怠感など様々な症状を引き起こします。また物忘れ、この成分不足による慢性的な体調不良によるものです。病院に行ってもまともに症状が出ないことなんです。水面下で少しずつ体の不調が積み重なっていく、なんだか怖い話ですよね。野菜は大切だと思っていました。当然大切なのは間違いがないんですが、またバランスよく食べているはずなのにと思っても不調が続く、薬を頼りさらに体調を悪化させてしまう可能性としてはあります。こういった体調不足を解決する食事療法として本書に書かれているオーソモレキュラー療法について話をします。これは分子整合栄養医学と言います。ズバリ不足している栄養素を食事とサプリメントで補うことです。ビタミン、ミネラル、タンパク質、脂肪酸など私たちの体を構成している必須の栄養素が不足すると細胞の一つ一つが栄養不足につながります。細胞の栄養不足が始まると体内で炎症を起こし病気の元になります。このオーソモレキュラー療法は薬に頼らず食事を変え、サプリメントを飲むことで体の不足している栄養素を補い、細胞を活性化し心身ともに健康していく考え方です。2番目です。体に必要な最重点栄養素はタンパク質だった。このオーソモレキュラー療法の最大のポイントは十分なカロリーを摂ること、タンパク質を摂取すること、特に肉は大事で、肉はバリエーションを変えながら毎日違う種類を食べるようにすることをお勧めしています。また脂質は非常に重要で、本書では2017年ランセットという権威ある科学雑誌に掲載された論文によると、脂肪をしっかりと摂る人は死亡率が下がり、炭水化物をたくさん摂る人が死亡率が高いということが分かりました。糖質を摂ると脳が一時的に働くように感じますが、それは血糖値が一時的に上がるので瞬間的にすっきりしたような気持ちになり、その反動で後に脳にとってはマイナス気分になることがあります。タンパク質は筋肉を作るものと思っている方も多いと思いますが、骨、皮膚、髪の毛、酵素、ホルモン、内臓、免疫の抗体などあらゆる体に欠かせない必要な構成要素がタンパク質で作られており、脳を働か神経伝達物質に至るまでとても重要な要素なんです。
タンパク質をしっかりとることで、内臓や肌や血管など体の至るところが若返るわけです。2番目に大切なのは鉄です。鉄が不足するとやる気が出ない、眠れない、くよくよするなど不眠にもつながる成分です。3番目はビタミン B 群です。脳の安定に必要な栄養素です。やる気を高めるドーパミンや集中力を高めるノルアドレナリン、幸福感のセロトニンなど神経伝達物質にビタミン B 群が関わっており、欠かせない栄養素です。そして4番目は亜鉛です。夜の元気成分としても有名な話ですが、不足すると肌荒れ、抜け毛につながります。現代の日本食は精製された白米を3食食べるなど糖質を多く摂る習慣が続いており、タンパク質の摂取量だけではなく、タンパク質を摂ることで生成される神経伝達物質を合成するにはビタミン B 群などが必要であり、このビタミン B 群などが不足するような傾向があります。ビタミン B 群が不足すると物忘れや疲れ、やる気が出ないなどの脳の機能の低下につながっていることがあります。3番目です。具体的な食事の変え方。よし、そこまでは分かったと思われる方も多いかもしれません。具体的にどうするかが一番大事ですので、これからお伝えしていきたいと思います。まず1番目、タンパク質。これは肉類をよく摂取し、豚、鶏、牛など日付を変えながら毎日摂取することが一番のポイントになります。2番目、鉄、亜鉛、ビタミン B 群。これはサプリメントで補うことが可能です。ビタミン B 群は豚肉やレバー、しじみ、アサリ、ゴマなどでも摂取することが可能になります。これから食事の仕方の工夫についてお話ししていきたいと思います。これはあくまで総合話を統合して提案させていただくメニューうちの一環になります。まずは朝ごはんに関して。朝ごはんは朝からお肉や卵料理などを加える。そしてご飯はお腹に余裕があれば食べる。このような食べ方が一つの食べ方です。昼ご飯です。昼ご飯は仕事をしている中でなかなか変えるのが難しいかと思います。例えばカップラーメンや、また糖質過多になる食事を先変えると、まず意識しておくだけでも違うと思います。そして3番目におやつです。おやつは置き換えるというふうに考えていただきたいと思います。おやつはそもそも補食、食事を少し補う。例えば今までは甘いものを100円ぐらいのチョコレートなどを買って食べていたということがあると思いますが、そうであれば同じくらいの値段でコンビニエンスストアなどで売ってるゆで卵などをおやつに置き換える、またサラダチキンなどでもいいのではないでしょうか。そして4番目です。晩ご飯。晩ご飯は鍋料理が適していると言われています。鍋料理は毎日でも良いレベルです。肉も野菜もたっぷりと摂ることができ、少しお腹に余裕があれば雑炊を食べるなど、糖質も1日の摂取量を少しずつ減らすことが可能です。それではこの本のまとめです。まず1番目、原因不明の不調は細胞の栄養不足。今まで信じていた食事では不足する栄養素があり体調不良の原因だった。このオーソモレキュラー療法を取り入れることで不足している栄養素を補っていきましょう。2番目です。最重要栄養素はタンパク質だった。タンパク質は体の大部分を構成する要素です。鉄、ビタミン B 群、亜鉛も同時に効率的に摂っていくと良いと思います。3番目です。具体的な食事の変え方。朝は肉や卵に置き換えていく。お昼ご飯はカップラーメンや糖質などを抜いていく。そしておやつはお菓子からゆで卵などをメインとした置き換えることによって健康的な体を作っていく。そして夜ご飯は鍋料理、これが最適だということです。本日はエッセンスをまとめて3つご紹介させていただき、ご紹介したのはこの本の一部です。この本非常に素晴らしい本でして、読みやすい、一家に一冊必要な本だと思います。日々の食生活の改善に少しでもチャレンジしていただく、そのきっかけをつかんでいただければと思いますので、ぜひご一読いただければと思います。今回の知識が少しでも皆さんの人生の役に立っていただければ幸いです。このように人生にとって良い本を今後も紹介していきます。コメント欄にどういったご意見でも結構です。コメントまたは高評価、チャンネル登録などいただければ励みになります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。本日はありがとうございました。